いて初クレゲや。この辺さ、頭重いんですよ。でも、めっちゃ奥に処刑地あるから縦ハメでいきます。頭やから、バー奥じゃないときついかも。バー打ちだったら多分ね。あ、待って、バー当たる。あ、危ない結構崩れするね。じゃあ左側持っていこう。動くやん。あ、いけるね。右のアームを奥のバーで加工停止したい。結構奥に行きながらめっちゃねじれる。マジめっちゃねじれる。ほら、うまっ。これいけ。オッケー。あー、まあ、はまった。左が奥にねじれるから、やっぱねじれをしっかり考慮してねじれ考えないやつね、はめていくって感じが。いや、うまいな。これ狙ったやつ。そうっす。あ、でも沈んだ。行きそう。できますね。やっぱり頭が重いのけ。頭が重い。だから本当は逆の方がいいんですけど。本当は軽い方から動かした方がいいですけど。そうですね。でも頭重いんで、奥の場合に滑らせたりとかしやすいです。OK。OK。うまっ。OK。セガのロゴ、これか。あるじゃないですか。ここら辺がもう奥の白いバーに乗りかけてるんですよ。はい。で、奥に乗せます。これで入ると思う。うわうわ、うまい。これで、オッケーいけ。あ、勝った。いや、マジうますぎる。今多分、この角が多分、ひっくり返しても残っちゃうんですよ。なんで、これで、右アームを寄せつつ、で、押しながら、振りながら落とす。いや、マジ、講座ですね、講座。橋渡し講座です。どうっすか？ジミニマンチミニってなんか初めて見たんですよ。それを楽しんでます。つい先1個取っちゃったんですよ。ごめんなさい。え、マジっすか？上までは上がる。体が出れば。うまっ。てかめっちゃぬいぐるみ取ってますね。なんかやばいっすよこれ。でっかいポイントマジで取れます。まあタグ押しっすよね。開閉度がわからん。全開か。おっ、めっちゃ降りる。これやばい。これは試しってや。これやばい。マジで取れる。降りすぎのレベル超えてるやろ。おー、行ったんじゃね。まさかの粘られてんけど、この粘られ方あかんけど。いや大丈夫。オッケー。おいや粘る。最後の右側が俺ですね。これってピュッて掴んでもいけそう。掴んでもいけそうだけど、まあ押せだけで今回は。オッケー。ルイ狙いつつね、無惨も進んでるんですよ。いったよ。うまい。でも無惨も本当。無惨も行けます。行ってるね。やばすぎ。ロッカイルのプロです。あー、惜しい。私も何が起こったか分かりません。これは逆。はい。ちょっと待って、マジ？え、これめっちゃ良くないですか？あ、だから違う、うまいのか。ちょっとやばい。あ、惜しかった。やっぱプロは違うな。輪っかのプロ。いや、マジうまいっすよ。そんな揺れてないの。うまっ。はい。はい。あ、全然チャンスない。あ、チャンスですか？チャンスですよね。絶対ね、チャンス。リングのこの、この洗濯わさびのこの、はいはい、Z になってるじゃないですか。はいはい、Z の部分でかけるっていう。はいはい、ちょっと、邪魔。邪魔されたパターン。しゃーないです。逆縦ハメで攻めましょうか。思ったより開かんかった。あー、おー、パワー入ってるかな。めっちゃ入ってる、これいけるやろ。お、あれで、お、なんだなんだ、重心すごいな。手前払いましょうか。あー、やばい、もう広がる。いった。めっちゃ痛い。奥回したら終わりじゃないか。あ、奥どこまで行くんやろ。めっちゃ奥も行った。滑って入れ。行ったやろ。あ、パワー締めてる。そう。あー、落ちた。変装結果、逆縦はめの方が早いってことになったんで、逆でいきます。はい、始まった。始まりました。これで奥を押して、はめてから手前で終わりや。刺したい。さっき刺しミスったんですよ。でも落ちた。いや、刺しミスって横はめなんですよ。何でもあり。おお、危なかった。あ、これ狙いました。戻るときに無理かな。やっぱり横浜へ落とそう。
これでも回るやろ。くるっとけ。何それ、こう沈んでる。逆タクハメかな。いいよ、オッケー。これで逆にはめたい。これはどうしよう。破壊さって一式やるか。おーっとっと、あーすごいすごい、破壊さめっちゃ下がる。やっぱしょってはここやと思う。でガッとガッとガッと、オッケーオッケーオッケー。なんかもう心締めの光景とか、はいはい、見慣れた。お、あーあれ、あ、ここから、もう一回、もう一回戦来る。あ、もう一回行け行け。お、すいませんすいません。いやおもろいな、二段階攻撃ですか。二段階攻撃。あ、またやっちゃった。おで、斜めになって、そい、あ、危ない、よいしょ。おー、うまい。オッケー、あー戻る、大丈夫やろ、帰ろう。オッケー、オッケー。綺麗に回りましたね。縦はめ狙いで変更します。はい、奥にキュッといけ。オッケー、はい、おー、これで奥掴んでみます。谷落とすね、基本釣れないんですよ、自分怖くて。そうなんだ。そう、基本なんか安定しないから。あ、熱い熱い熱い。なんか橋渡しって確実に進むじゃないですか。うん、谷って結構一気に落としきらないといけないみたいな多いイメージがあって。あ、確かにあるね。そう、だからそういう終わりのない試合をしたくない。お、あ、あるね。ひたすらパタパタしたら取れそうっすよ。滑り止めが強いから逆に滑り止めがいい仕事してくれてる。あ、やばい、プレートに当たってほしい。おろ、熱い熱い熱い。待って。あ、やばい、なんかいい設定やね。もうちょいかな。右の方が狭い。マジ、おお、めっちゃ気持ちいいもの。あかんって、ニョキって言ったね。台が欲しい。これも頭重心なんですよ。なので逆立てかな。これって橋幅はどうなんですか。ちょっと狭いかな。狭いけどパワー入ってればまあ問題ない。ねじれほぼなし。ねじれさっきよりないな。全然若干多くてパワーめっちゃ入ってる。おー、どうですかこれ。これは結構戦える。戦えるね。でも普通の縦はめ、普通の縦はめしたいですね。奥やと思うんですよ。奥の表重心。めっちゃ動いた。あ、おはよう。立った時ってどうするの。立ったら寝かしてもらうか、まあいろいろあるんですけど、今回は押します。おー、それではめる。うわ、やばい。なるほどなるほど。右奥がちょっと出てたんで、そこを軸にくる。で、このまま立てていければめっちゃ綺麗です。決めたいな。あー、やったかもしらん。奥入れ、やばい。お、あ、そうだった。あ、えあーやったなぁ。滑らせます。ちょっと手前すぎたかな。いや、いいか。うまいよ。OKOK。 あ、加工制限あるのかこいつ。おちょっとね、加工制限あるの想定外だったんで縦はめでいきます。縦はめの時で下奥をすくってあげるっていうのも一つの手なの。はいはい、手ではありますね。ただ奥に滑らせる時が基本的に使うんですよ。なんで奥に滑らせれない設定でやるのは無駄。なるほどね。これだったらワンチャン奥のプレートに滑らせれるかなと思ったんですけど、加工制限で若干厳しそう。無理ではないんですけど、なんか最善の手ではない。うーん、なんでただはめでいきます。やっぱこう振っていく感じが。あー、おしろ、やばい、浮くなー。これが表重心の怖さです。今この面の方に重さがあるから、反動するとパタンって浮いてきちゃうんですよ。重心すごく大切だ。重心めっちゃ大事です。ちょっと怖いんで、このぐらいにしてください。オッケ
見てくるんだ本当に。でこれで次振った時に落としきれたらいいんですけど、落としきれなかったら多分また同じだから、そこをどんだけ締め切れるかが大事だな。 OK 最高。このまま行ってほしかった。どうしよう、ちょっと押しますわ。押しでカクッといきたいんですけど、多分ねそこまでパワーないよね。ちょっと策がなくなってきた。まずいまずいまずい。僕を言うなら一回奥に投げたいんですよ。頭重かったら一回乗ると思うんですよ多分。乗れ。お、落ちた。来た。で問題この後なんですよ。多分手前掴んでも意味ないし、もう煉獄と同じ落とし方で。わかりました。とどめさせていく。気持ちいいやつですね。できればバーにかさらせて停止させたい。どうすか。やばい、やってる。あ、やってた。やばい、これギリギリだわ。いやすごいわ。ちょっと苦戦した。でもまあまあまあいい設定ですね。橋渡しって動かないより動いてれば絶対楽しいから。確かに確かに。幅狭くてもやっぱ動く方が楽しい。いやこれマジでこれめちゃめちゃ勉強になるんじゃないですか皆さん。楽しい。